サディカー、本日も JTA オンラインスペクションご視聴いただきまして誠にありがとうございます。バンコク支店吉田がお送りさせていただきます。本日はですね、私バンコクの郊外にございますサファリワールドの方に来ております。こちらのサファリワールドなんですが、放し飼いにされた、動物たちの、ね、いるエリアをですね、自家用車で回ることのできるサファリパークと、今私がおります超大型動物園、マリンパークの2つの施設が合わさってできたものとなります。あとこちら2つの施設共有のチケットございますので、1日中かけて遊んでいただくことが可能でございます。でこちら園内なんですが、こちらですね、ショーのスケジュールの看板なんですが、まあ、オラウンタンのショー、アシカとか、あとはイルカのショー、あとは鳥のショーなんかもございます。またですね、ちょっと B 級の匂いがするんですけども、カウボーイと、まあ、スパイウォーターアメージングタイランドのショーも行っております。こちらのですね、園の立地なんですけれども、こちらですね、バンコク市内の地図となります。こちらバンコク中心部からですね、奥のまで45分ほど、郊外の場所になります。残念ながらですね、バスですとか電車の公共交通機関ございませんので、まあ、タクシーのご利用もしくはですね、でこちらのですが、小さい子様から大人の方までですね、1日かけて楽しむことができる施設となりますので、ご紹介したいと思います。私はですね、こちらサファリワールドの目玉施設でもありますキリンの餌やりのコーナーにやってきました。こちらにも書いてありますが、常時200頭以上のキリンがいらっしゃるそうで、小さい子様からですね、大人の方まで、楽しんで餌をあげることのできる目玉の施設になります。では早速中の方に入ってみたいと思います。こちらですね、サファリワールドの中にあるマリンパークの中にありまして、ちょうどですね、西側のエリアになります。入り口から歩けますと大体15分ほどの、距離の場所になります。はい、今入ってきました。本日はですね、平日なんですが、結構ですね、小学生のお客様がいらっしゃいます。まあ、現在タイはですね、まあ、海外からのお客様がいらっしゃることできませんので、国内での需要のみなんですが、小学生ですとか中学生の遠足でですね、こちら利用するようです。本日はですね、2900人の学生の団体が入っているそうです。では、餌をやるコーナーに到着しました。まずはですね、キリンの様子をご覧いただきたいと思います。でキリンにやる餌なんですが、こちらのカウンターでですね、購入することができます。1バケツ100バーツとなっております。実際に購入しております。サディカで、こちらなんですが、餌購入してみました。次に小さいバナナなんかが入って、キリン草食動物、歯は大きくですね、顎の力も強いので、小さいお子様がガブッといかれないようにですね、木の串に餌を刺してあげる形になります。では早速実際あげてみたいと思います。はい、大迫力ですね。
まず、木の串に餌を刺して、このですね、揚げるんですね。あ、長い舌を使って上手に食べますね。はい、はい、揚げてみましょう。日本でもですね、こうキリンに餌をあげる施設あるそうなんですが、200頭のキリンにですね、このキリンの目線で餌をあげることができる施設、なかなかないかと思います。ちょっとですね、赤ちゃんキリンにもあげてみたいと思います。あ、鼻息がすごいですね。あ、落ちてしまいました、すみません。もう一つあげてみましょう。いかがでしょうか。なかなか SNS 映えする写真が撮れるんじゃないでしょうか。はい、ではご紹介させていただきましたサファリワールド、小さいお子様から大人の方まで一日中楽しめる大変素晴らしい施設となります。バンコクへお越しの際はですね、ぜひこちらの方まで足を伸ばしていただければと思います。 JT では、ライブや動画で、アジアオセアニア各所旬な情報をお届けしております。お見逃しないためにもですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。次回の、オンラインスペシャルでお会いいたしましょう。それではさよなら。